表紙、最後の人間は、1826年2月に、メアリー・シェリーによって書かれた、21世紀末を舞台に、した、長編小説。著者の知人をモデルにした人物が登場する、半ば自伝的小説でもある。当時は国評され、再評価を受けたのは1960年代になってからだった。1818 18年。 作者であるメアリー・シェリーは失われたシビュラの書の断片を偶然ナポリ近郊で発見した。そこに書かれていた未来の人類の運命に関する記述を一認証視点で語り直したものが本編という設定となっている。21世紀末、主人公ライオネルはエイドリアンやレーモンド教と知り合い交流を深めていた。その矢先、 ギリシャトルコ戦争が起こり、レーモンド卿は、ギリシャ側の指揮官として戦い、ギリシャを勝利へ導いた。しかしその後、レーモンド卿は休止する。その頃から、謎の薬病が広がり始めた。人間を死に至らしめるもの,の、他の動植物には、一切被害を及ぼさない、この薬病により、人口は激減する。エイドリアンは残った人類の指導者として活躍するが、 薬病の猛威は止まらない。イギリスを捨てて南へ逃げるために、フランス、スイス、イタリアへと移動するうち、残ったのは、ライオネル、エイドリアン、レーモンド卿の娘の3人だけとなる。3人はギリシャへ渡ろうとして、アドリア海の航海中に嵐に見舞われ、ライオネルだけが漂着する。ライオネルは、最後の人間となり、これまでの記録を書く。それが偶然発見された。 シビュラの書だった。主人公、ライオネル・バーニーのモデルは、著者メアリー・シェリーである。また、主人公の親友エイドリアンは、夫、パンシー・シェリー、エイドリアンと主人公の共通の友である、レーモンド・卿はバイロンをモデルとしている。史実では、バイロンはギリシャ独立戦争中に病死、シェリーは、ヨットの事故で溺死、メアリーは、息子。 パーシー・フローレンスと共に取り残された。小説の人物たちもこれに類似した展開を迎えている。日本語訳には最後の一人というタイトルで出版されたものがある。ありがとうございます。